はい、ありがとうございます。先ほどまでは山崎さんが大学生活の中でウクライナ留学っていうところがあったんで、そこの部分のお話をお伺いしたんですけど、とはいえまだまだ大学ではいろんなことをされてるっていうところをお聞きしたんで、そこの部分から今後どうしていきたいかっていう部分をお話をお伺いしようかなと思ってます。大学3年生の時に留学したじゃないですか、はい、で戻ってきます。で休学終わりました、はい、その後他にも何かしたことはあるんですか？8月から UNHCR でインターンシップをさせてもらっていました、うん、なるほど。 UNHCR でインターンって具体的に何するんですか？UNHCR は難民に関して取り扱っている国際機関なので、うんうん、駐日事務所の職員の皆さん、私は障害部に所属していたので、うんうん、障害部の職員の皆さんの、はい、あらゆる業務のサポートっていうのが、うんうん、インターンの全体的な仕事になります。ちなみに UNHCR は結構な頻度でインターンを募集してるんですか？そうですね、常にインターンは障害部、総務部、広報、はいはい、法務部っていう形で、はい、1人から2人ずついるような形になってます。なるほど。実際入ろうと思ったきっかけっていうのは人道支援から入ってくものなんですか？将来的に国際機関で人道支援に携わりたいって思いがあったので、うんうん、実際国際機関の中で働いてみる経験がないと本当にそうしたいのかっていうのは分からないから、どういった場所なのかっていうのを見てみたかったっていうのが大きいです、うん、なるほど。実際インターン内容で、まあ、さっき障害部ってお話ししたんですけど、そこのところで働くことになったって感じなんですよね。はい。そこでは具体的に何してたんですか？本当に業務内容は多岐にわたっていて、うん、基本的に毎勤務日するのはニュースクリッピングって言って、うんはい、難民とか移民とか UNHCR のマンデートに関するようなメディアの情報をインターンたちで分担して取り集めて、それを英語で日本訳してまとめて関係者の方にお送りするっていうのは、勤務日毎回ほとんどやっています。なるほど。実際 UNHCR で何ヶ月間ぐらいインターンされてたんですか？8月から3月までなので、まあ、半年ぐらいかな。そうですね、うんうんうん、じゃあその半年の中で自分のためになったことちょっと聞いてみたいんですけど、うん、何が一番身につきました？一番大きかったのは、うん、実際にインターンしてみて長い目で見て国際機関で働くっていうことがすごくいい選択肢だなって思えたっていうのはとても良かったです、うんうんうん、なるほど、はい、ちょっともう一点聞いてみたいんですけど、先ほどもおっしゃっていただいたと思うんですけど、国際協力で働くっていう働き方はいろんな選択肢があると思ってるんですよ。例えば民間企業のアプローチもあるし、 NPO、NGO のアプローチもあるし、 JICA っていうアプローチもあるし、国連だとか外務省みたいなところもいっぱいあるんですよね。いっぱいある中でどういう道に進みたいっていうところを考えられたりもしてたんですか？その時に国連が一番最もしっくりくるなとは思ってました、うん、人道支援とかあとジェンダーにも関心が結構あったので、うん、そういうところに関わるような国連機関っていうのが一番あり得る選択肢として考えてました。なるほど。実際国連でも公用語は英語だったりフランス語だったり、代表となるような公用語はやっぱ主じゃないですか。国連の中でもロシア語を主としたプロジェクトみたいなところだったりとか、そういったところは全然あるもんなんですか？そうですね、ロシア語ができるからこそ重宝されるっていうのは実際に国連職員で働かれているような方々にも言われて、うんうんうん、私はさっきも言った通りロシア語がやっぱり大学1年生の時はすごい劣等生だった、うん、もうやめちゃおうかなって思う時期もあって、その時に実際に国連職員の方に相談させてもらった時に、はいはいはい、続けなさいと、あなたがこれをやることは絶対将来的に国連で働くんだったら役に立つからって言われたのが、やっぱ背中を押されて頑張ろう、うん、なるほど。で今年の3月に大学を卒業したわけですよね。いろんな経験をして大学院っていう道を選択したわけですよね、はい、これ就職じゃなくて大学院っていう選択をした理由っていうのは何かあったんですか？第一に新卒で自分がやりたいことができるような組織がなかったっていうのは大きくあります、うんうんうん、あとは大学院に行くことで、うん、そこがぐっと選択肢が広がるっていうのも伺いました。国連で働くんだったらそもそも大学院で修士号を取ってる必要があるっていうのも聞いてたので、ストレートで大学院に行くっていう選択肢はありなんじゃないかなと思ってました。金銭的にはちょっと心配だったんですけど、奨学金が取れたので決定っていう形です、うんうん、なるほど。じゃあ実際大学院の選択っていうところを選ばれたと思うんですけど、はい、まあ、大学院って言ってもまたいっぱいあるわけじゃないですか、はい、例えばアメリカの大学もあるし、うん、日本の大学もあるし、アジアの大学もあるし、まあ、もちろんヨーロッパ系もあるんですけど、その中でイギリスの大学院を選択した理由っていうところもちょっと聞いてみたくて、どういう選択でイギリスの大学院を選択したのかなっていうところも聞きたいんですけど、イギリスの大学院というよりは私はソワーズ、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院って日本語で言うんですけど、に来たかったっていうのが大きくて、それは東京外大がすごく地域研究っていうような、私もやっぱロシア語、ロシア語圏地域っていうような形で学んできて、そこの親和性がすごく大きかったっていうのと、あとは私もともと地域は中央アジア地域専攻なので、ソワーズには現代の中央アジアとコーカサスセンターみたいなのもあって、すごく世界的に見てもすごく珍しいセンターなんですね、うんうんうん、そういうところからそこの大学で学ぶっていうのがすごくしっくり
できた。なるほど。あ、じゃあもう他の大学はあんまり選択肢は知らなかったかって感じですか。私も出願1校しかしてない。やば、そうなんだすごいですね。まあ、大学ちょっともう少し聞きたいんですけど、はい、大学院行くじゃないですか、はい、大学院行った時にどんなことを学ぶんですか。そこではソワーズのコースは人道主義援助と紛争という名前のコースになります、うん、私は学部では紛争解決学だったんですけど、専攻は、うん、紛争解決学ってどうしても国際関係に非常に近くて、うん、地球を上から長官して国際的にああだこうだっていうのが紛争解決学だというふうに私は理解していて、やってみた結果違うなって思ったんですよね。私には、私はもっと人道支援の現場に携わりたい、ね、はいはい、だから人道支援の現場を行う上で、でも知識とかがない状態でそれを行うっていうのも非常に不安だった、うん、だからこれまで人道支援っていうのはどういう歴史をたどってきて、どういった論点があって、うん、今後の人道支援はどうあるべきなのかっていうようなところをきちんと自分なりの見解みたいなのを持ちたかったっていうのは非常にあります。なるほど。じゃあマクロじゃなくてミクロで自分は支援に携わりたいみたいなイメージなんですね。そうですね。なるほど、はい、でも対象はロシア語圏内ですか。長い目で見たらいろんなところでって思うんですけど、うんうん、その土地の言語が使えるっていうのは非常に強みだなっていうのは思っていて、うん、英語だけだと社会の高学歴者層としか会話ができない、うん、その一方でその人たちがもともと喋ってたような言語を使えると本音が聞けるというか。なるほどね。社会的に脆弱な立場にあるような人たちから、うん、その人たちの声が直接理解できるっていうのは実際現場に入っていく上で非常に強みになると思うので、うん、そう思うと自分の役割はそこにあるんじゃないかなって。なるほどね、面白いな、すごいですね。じゃあ今後はもう国連一本ですか今のところは。それはちょっと悩んでますね。あ、そうなんだ。他にも考えがあるってことですか。会社もちょっと前に立ち上げてて別のことで、はい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 、それで今日本におけるウクライナの避難民の方々がこう仕事をすごい探しているので、うん、ウクライナの方を雇いたい方とウクライナ人材をマッチングするっていうようなことを始めたりもしてるんですけど、うんうんうん、まあ、それもすごく意味のあることだなって、うんうん、自分の周りの子たちが仕事を探してて、うん、実際働き始めてるっていうのを見てすごい価値は感じたりしています、うん、なので揺らいでます。なるほど。実際じゃあ起業してみて、はい、そういう人材紹介みたいなマッチングをやるっていう話だったんですけど、それ対面でやるんですか、それともマッチングサービスみたいなインターフェースみたいなのを作ってるんですか。もう本当に先週やっと1件始まったところなので。素晴らしい。そうなんですね。まだなんですけど、それは基本的にはオンラインでウクライナの方を雇いたいっていう方のどういったことを実際にしたいのかっていうのを話を聞いて、最初はフォームに回答してもらって、そこからインタビューして、でマッチするようなウクライナの方も私の方から紹介していくっていう。なるほど。風にしています。実際お一人で会社設立されたんですか。あ、違います、違います。あ、そうですね。誰が設立されたんですか。これは東京外大の紛争解決の事業から始まったのが発端です。その時はちょっと違うテーマなんですけど、はい、その時の授業を担当してた先生が社会人の方を経験された方を2名おつなぎいただいて、はい、実際の手続きみたいなところはその方々がしてくださって、うん、外大生数名とその方たちとっていう形で運営してます、うんうん、あ、それも株式会社ですよね。はい。あ、そうなんだ、すごい。外大ってそんなイメージ僕の中ではなかったんですけどすごい語学を学んでるようなイメージがあったんですけど、すごい活発ですね。確かに実際にやっぱり外大生ってビジネスと非常にかけ離れているところはあって、うんうん、なのでその教授が目指しているところもすごく意義があるところだと思いますし。いや、すごいですね。だからその教授はすごいのかもしれないあの難しいなと思ってるのは、国際協力の中でもビジネスとしての考えは絶対あるべきなんですね、はい、なんですけどやっぱ国際協力ってすごく分野として突出してるんで、ビジネスと切り分けられちゃうケースがすごく多くあるんですけど、本当はそんなことないはずなんですよ。でもここは切り分けられちゃうからなかなかビジネスまで発展しないっていうケースがあるんですけど、でも今の話聞くと教授の方は多分ビジネスセンスもお持ちだと思うんで、すごいいいと思います。僕めっちゃおすすめですね。じゃあそしたらその方はそこに入ればビジネスセンスもある程度わかるし、積極性も行動力も身につけられる。いや、いいですね。そこ東京外語大学ですよね、はい、ちょっと覚えておきますはい、ありがとうございます。ちょっと今日はですね、国際協力の中でも今年ですね、大学卒業して、まあ、今後イギリスの大学院に行って人道支援っていうところを携わろうとしている山崎さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。